昨日までついてたよね。マジで言ってる？暗いままお届けします。え、昨日までついてたのにさ、どうしちゃったの？リングライトが死にました。明るすぎる。つらい。なんとかなるぞーちゃん、1個目ありがとう。延長コードじゃなかったんですよ。もう一個同じ延長コードに充電器挿してるけど、この充電はできてるから。シンプルにリングライト死にました。今からアマゾンでも頼みます。今から ST チャンネルでもらったアマゾン券とかあるんで、ちょっと探します。辛いんですけど、ギフトありがとうございます。アイスが眩しいから。まあ確かに、たたた、確かに。これどんぐらい、いつどんぐらいから使っとるっけな、わからんけど。こんばんは。できれば同じのがいいけど、何のやつかわからん。何も書いてない。悲しすぎ。嘘でしょ。これかもしれないよ。あったか。なんでピンクにしたいやろね。よくわからん。あったかもしれない。同じの。月曜日土日、月曜日に来る白に、同じの買えますよ。だってこれの高さがちょうどいいんだもん。
考えるね。なんでもいいんだけど。ちょっとあんま黒可愛くないか。白にしてみようかな。これじゃない、これのピンクが全く同じのかも。白を買いたいと思います。今今すぐキャオニオッケー。ああ本当にそんな長く使ったっけこれ。こんな折りたためるの？これって。月曜日に届きます。これもなんか押しすぎて、毎日押しすぎてなんか分かる。おもろい。ありがとうございました。長年活躍していただきました。すごいすごい、こうだ、じゃーん。便利。え、こんなんなら知らんかったんやけど。ごめん、ちっちゃくなった。ありがとうございました。ご卒業されました。ハート型のライト、目がハートになる、そういうこと。お掃除、お掃除してます。なっちゃったけど、まあまあまあ、明日と明後日も暗い予定です。月曜日まで暗い予定で行きます。ハートありがとう。
ギフトありがとう。曇り。マジ。ここに飾りました。お花と、お花と花束と、でかいやつはここにあるけど。見えてないか。ここにあったらちょっとでかすぎる。見えてないけどここに飾ってます。めっちゃ暗いねやっぱ。まあまあまあ。まあまあまあ。こんばんは。オークション開始。いらんやろ、つかんないけど。壊れたやつ。配信を共にしてきた。リングライト。いる人いります？こんばんは。初訪問ありがとうございます。プレゼント送りたい、待ってますよ。プレゼント待ってます。え、プレゼント送ってくれてる人いる？送ったけど紹介されてないみたいな、いますか？事務所にプレゼントなかったんだよね。え、溜まってる。たん、そのスタッフさんの選別みたいなやつがされてないのか、普
通にないのかわかんないけど、あれなんかまあ誕生日は終わってるんであれなんですけど、そんな誕生日プレゼント持って帰ったっけ今年。こんばんは。すぐ断捨離できちゃうって使えんやつ残しとってもしょうがなくない？もう使わんくなったんやけん捨てます。ギフトありがとうございます。1ヶ月ぐらい前に送ったけど嘘紹介しないよね。ってことはというか、お菓子ありがとう。なんか持って帰るプレゼントあるかなって思って生誕の時見たけど私の残ったんですよ。ありがとう。もし誕生日プレゼントとして送った誕生日プレゼントとしてだいぶ前に送ったけど紹介されてないっていう方は教えてください。これとかこれとか紹介したやつは最後だったかも。ニュージーンズのハリちゃんの人形とか紹介した回。そこで紹介してないやつは届いてないですね。愛媛旅行で買ったものを送ります。嬉しい手紙。嬉しい手紙も初期の頃からね送ってくださったのは全部取ってあるのでありがとうございます。いいよ。しました、ありがとう。ギフトありがとう。あいこねえやね、花だれちょうど来月ですね。1ヶ月後。ギフトありがとうございます。俺の送ったシールどんなんですか？いらなかったっていうか届いてないな。普通に選別作業というかそういうのが終わってない
系かもしれんし、ちょっと分からん。ギフトありがとうございます。長文嬉しいですよ。楽しみにしています。ギフトありがとう。話し会とかで伝えないことを手紙で書いてあげる。ええー、ね、本当に嬉しい。うまいよね、マキさん。嬉しい、ありがとう。本当にギフトありがとうございます。気持ちを届けたいと思ってくれることだけでもう嬉しいのでね。そう手紙を書きたいと思ってくれたその気持ちだけで嬉しいんですけどね。その手紙の内容まで素晴らしい、嬉しいです。ありがとうございます。え、何のシール？何のシール？ギフトありがとう。私が配信で見してないやつは届いてないよ。ありがとうございます。ねえ、ななかちゃんびっくり、びっくりですよ。好きやった、インスタフォローしてます。かわいい、9月の終わりに送った。本当まだ届いてない、届いてない、届いてるよね普通に。届いてるよね。ギフトありがとうございます。じゃあ何かしらあるはずか、よかった。私にタンプレが全然ないのかと思いました、びっくり。ギフトありがとうございます。好きな柄とかキャラクター、何やろ、でもいっぱいあるよね、いっぱいあるんだけど、キャラクターありそうなやつで言ったら、黒みとか、最近はキティちゃんも好きよ。
キティ流行ってる。ユニバで買ったキティ。お、キティちゃんとか。スヌーピー系も好き。だし。いっぱいあるかも。これあんまこれって言って決まってない。まあディズニーはアリス、アリス好きです。アリス、香港帰る前にプレゼントくれた、ありがとう、ありがとう。ハロプロ系の友人多いよな。え、おらんよ、一人しかおらんけど。今はユニバ行くらしい。ほんま？おすすめ、前髪重かったらキモいね。重かったらキモい。インスタにまだ載せないかんのにね。あともう一個あるんですよ、載せたいユニバ投稿なのに期間が空けて、空いてしまってる。これも、まあこれはユニバーでしか活躍できんけんね。まあねえけど、かわいい。ヤフーニュース、ヤフーニュース、 LINE ニュース、いっぱい聞いた。次の日 LINE ニュースになってたみたいに。それってすごいんですか？なんかよくわからんけど。それってすごい、それってすごいんかね。マネ、マネさん、マネさんも送ってきたし、そう、今は香川に行っちゃったんですけど、私の仲良かったマネージャーさん、沖縄出身の面白いマネージャーさんも、そう、それで LINE ニュースで知ってくれて。まさかの X とかじゃなくて LINE ニュースで知ってくれて送ってくれたし、載ってた。今日会った、久しぶりに会った。ずっと私が小1とかの時から知ってくれてる先生、もいかちゃん。もう次の日の朝起きて LINE ニュースに載ってて知ったらしい。そんなすごい、
すごいね、みんなそんな LINE ニュース見てる。嬉しい。どういうこと？ギフトありがとうございます。インスタトップ画面が載ってた。え、どれ？どういうこと？あ、そう、ヤフー入れてない。ヤフー、ヤフー使ってない。グーグル、ヤフー入れてないな。ケアからなんじゃ。ケア部屋、ケア部屋わかるよ。うそ。ケア部屋わかるけど詳しくないかもね。性格いろいろあるよね。あれ詳しくはない。ズホーもありがとう。毎日夜見てたよ、加入当時。ありがとうございます。加入当時から今までやってるんですけどね。まあ気が向いたら見てください。今も最後までやりますよ。ケア部屋、プラザ、プラザのイメージじゃない？プラザにおる。プラザに置いてあるケア部屋イメージ。MBTI 何ですか？クリスマスバージョン、クリスマス、はや、ハロウィン通り越してさあもうクリスマス置いとるよね。マジで早くない？
フランフラン通った時ももうツリー出しよった。早すぎやろ。論理型？いや、あの ENTJ の4つのアルファベットは何だったんですか？そこが大事やろそこが大事やろ。伸ばし、なんか分からん。もう髪の毛ってなんかこうさ、前からさ見る長さとさ後ろから見るの全然違うやん。前からだったらなんかまあこっからみたいな感じやけど、後ろ姿で見たらこれ全部じゃん、全部。けんさ、レッスン動画とか後ろからこう撮られるレッスン動画とか見てたらさ、え、長すぎ、長くなりすぎと思って、ちょっと切ろうか。前髪は切ります。前髪はちょっと切ります。長くなりすぎだよね、さすがに。ハロウィン、ハロウィン。七並べ、アリちゃんの声聞くと泣きそうになるよ。なんであんなキンキンの声泣かんやろ別に。え、ティアハッティータの七並べぐらい高い。ね、リニューアル、何年経ってもリニューアルされなかったっていうのが逆に思い出でもあるかも逆に。ギフトありがとうございます。山口、花だれね、次は山口。花だれは出ないことはないと思いますけどね。どうなんでしょうどうなんでしょうか。花だれがいつ終わるのかもわからないんですけど、まあ花だれが終わる、全然わからんわじゃなかった、全然わからない。まあ花だれの
ね、千秋楽まで入れたらもうまあ悔いはないって感じですね。すごい、ありがとう。録画したのでこれからもこういうそれ頭いいね。確かにそうすればいいやん。みんなそうしたらいいやん。今日もありがとう。おっす、おっす、オリジナル分からん、ほんまに分からん。次のなんか秋に始めますって言ってた新公演の方もうさ、何にも話すら来てないからさ本当に始めようとしてるのかすら分からんね、そんなことある。秋に始めますよってみんなに言っておいて自然消滅させる気なんですかね。来年の秋の来年の秋だったんかな、そういうことそういうこと。こんばんは。どうなんですかね。え、そういうさ認識ですよね。違う、課外活動も新公演になるけど花だれ公演も終わって新しい16人のやつも始まるっていう感じだったよね。うん、ギフトありがとう。始まる時期によってはもう分からんけどね。新公演も気になってはいましたけど時期によってはもう出れないかもしれないですね。ENTP 何ですか、日本語、うん、INTP か。論理学者、うん、論理学者だって。2019年の北九州学しか依頼あってない。それは悲しいですそれは悲しいです。会いに来れるのであれば
ください。オンラインもあるし、あとオンライン1個と大阪で会って話せるののみ今再販中です。お話し会はオンライン、大阪会いに来れないって方はオンライン申し込んでもらって、ちょっとでも最後に時間作ってくれたらとても嬉しいです。認知してもらわなきゃ。マットさん来てよ、前に来てよラスト話し会参加しない、どういうこと？なの？参加しますよ。今の愛の重さじゃないわ、何回ね何回ね、名前、あ、懐かしい明日明日アルバム、懐かしい明日のお話し会があと11月と12月1回ずつオンラインと、あと大阪で直接会えるお話し会をやって、全てアルバムのお話し会終了するんですけど、それは再参加します。なのであと会えるというか1対1で話せるとしたらそこのみです次のシングルが出る、いつ出るとか全く分からんけど、もし私は活動最終活動日までにそのシングルがもし出たとしてもこのアルバムまでとなりますので、よろしくお願いします次のシングルには参加しないことが決まっています。か分からんけど、ハートありがとう。卒業するみたいな言い方はどういうこと？卒業しますよ待って、知らないの？マットさん、待って、情報追いついてない、追いついてないけ。いや、シャリさん、おとといの生誕祭で発表させていただきました卒業します。今公式だよって、ほんまにボケやないんかいほんまに知らんかったんかい。
がとう。いいな。でも何もあんまな、え、うん、どうだ、公園でも公園で言えたけんね、みんなの反応を直で見れたけあれですけどあんま自分では実感してないですよ、特に特に発表する前に言ってなかった人にも伝わったなぐらいで、あんま特に実感っていう実感はしてないですけど。話できる機会ね。そうだよね。ギフトありがとう。まあ9月、うん、まあ9月に生誕できると思ってたけどね、まあ10月長引いてしまいましたけど、まあ2回は話できる機会まだ残してね、再販もまだやると思ったのでよかったです。ギフトありがとう。もうね、最後のお話会のやつも申し込めない期間になってから発表したらね、ちょっと確かにそれは悲しかったなと思うので、良いタイミングでしたね。時間ないです。今したけんやろ今知ってもう実感してた、早すぎる。ギフトありがとうございます。ね、とりあえずあさって、ん、あさって、今週の日曜日にもありますのでね、撮ってくれてる方そこで話せます。よろしくお願いします。生誕祭直後のトーク、ああ、そうそうそう言ったん、確かによく覚えてるじゃないですか。撮ってくれてるんですかね確かに生誕祭直後のお話し会おすすめしたよね。こんばんは。そうじゃね、
ラジオにハマったのに残念いやこれからもよろしくお願いします。スタジオのこと、スホーボーありがとう。スタジオのことを守れるのは皆さんだけなんでね。人数的にももうギリギリですし、スタジオが解散っていうことにならないように、スタジオだけなくなることがないように、あとは皆さんにかかっていますので、それまでは私ができることは頑張ります。折り面として伝えれることは伝えたいし、はい、まあね、STU の16人の公演、16人のみんなでやる公演では出せない、ね、魅力がありますので、スタジオにはとはまた全然違うんですよね。ポテンシャルがあるメンバーが揃ってるので、そこを存分に見せたいっていうのがスタジオ公演なので、皆さんがね、みんなのパフォーマンスを見たいと思ってくれたらスタジオを守っていけると思いますので、よろしくお願いします。アイハの卒業公演の手紙が印象的で、おまん、うん、嬉しい。手紙書く、おま、嬉しいな。マイハはね、あと過ごしてきた時間が長かったから、思ったことを書いただけないけど、嬉しいです。嬉しいです。ユニットでは最強です。ありがとうございます。ありがとう。でも書く方が得意だよね、確かに。文、作文、小学校の時も作文、読書感想文とかなんかそれっぽい感動っぽいことを言葉にして書くのが得意だったんですけど、なんかいざなんて質疑応答とか面接系で言ういざその場でなんか聞かれて自分の言葉として喋るってなったら語彙力がなんか追いついてなさすぎて、そう、書く手紙とか文にする方がまあ得意ですよね。ギフトありがとう。パワー。山口2日間スケジュール上げたい。お、山口のね、チャトリの方には出ないんですけど、花だれには出ますので、14よろしくお願いします。
国チャートリ対バンのチャートリは出ないです。次は行くしか待ってます待ってます。ライジングホール9だったっけ、9スアニバーサリー、9周年、1年先輩ってこと。ライジングホールができた1年後にスチューできた、1年先輩ってことですかね。9周年お祝い花誰ですよね、あそこの。こんばんは。山口といえばあそこの会場ですね。山口といえばそうなの。ぜひ。ぜひ。チャートリー現地で見られなかった悔しさもある。全然大丈夫ですよ。配信で見てください。ハートありがとう。わーわー。スタジオとチャートリーは全く色が違うのでね。ね、生でどっち2公演とも2日間と見てくれた方は本当に感謝。本当に感謝、ありがとうございました。よかった。そんなね、続けてあるなくならかないのでね。どっちの私も見てもらえてよかったです。うん、あとありがとう。まひちゃん、だれちゃん、うん、でもどうなんでしょうね。私の予想ではあと4人、1期生あと4人はまだ 何年か後も残ってくれてると予想しますけど、
信じないでください信じないでくださいというか何ですか、押せるときに押せスタイルだと思うのでね。うん、どうもありがとう。フォローしました、ありがとう。10月の1ヶ月間この1週間しか休みない。奇跡、よかった、それはよかった。うんうん、マキさんにとっては、ね、最初で最初で最後の生誕祭にしてしまったけど、生で見に来てくれて本当に良かったです、ありがとう。じゃあそろそろここのところで終わりたいと思います。リングライトが今日は死んだっていうのがでかすぎたのでリングライト届くまでお待ちくださいすいませんね、男んな暗くて。ではランキング呼びます。13位そうちゃん、12位ここあり大地き星人、11位あやさん、10位まさむねさん、9位キズナックさん、8位ありんこ、7位コジー、6位にゃ、5位マンジャラさん、4位ひろたんたん、3位なっかん、あこと、13位カメロン、12位そうちゃん、11位ここあり大地き星人、10位あやさん、9位まさむねさん、8位ありんこ、7位コジーさん、6位キズナックさん、5位にゃ、4位バンジャラさん、3位ヒロタンタン、2位ナッカン、1位はドルルルン杉太郎さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ではでは今週もお疲れ様でした皆さん良い週末を。そしてお話し会再販中ですので、11月のオンラインとあと大阪のみとなっております。ぜひ会いに来てください、お待ちしてます。最後まで悔いのないように会いに来てください。それではバイバーイ。